はい、こんにちは。山大深夜です。あなたは今年どんな英語力を手に入れてどんな自分になりたいとかいうそういう目標はありますかえ？おそらくね、1年の初めの頃にはこういう目標を立てる方多いんじゃないかなと思います。でもその一方でそういう目標を立てるのがすごく苦手という方も。 よく話を聞きます具体的な細かい目標を立ててそこに向けて行動を積み重ねていく、まあ、それをやればいいのは分かっているんだけどなかなかそれができないあるいはそもそも目標を立てること自体がすごく気遅れしてしまってやりづらいとか。 あるいはそもそも何をすればいいのかわからない最初の一歩すらわからないみたいなね、まあ、そういう気分になる方結構多いと思いますで英語の目標の立て方というのは本当にね人それぞれでやり方が合う合わないというのはありますえ人によってはそういう細かい行動プランを立ててそこに向けて一歩一歩積み重ねていく階段のステップを上がっていくのが得意な人もいればそういうのが全く苦手という人もいるんですねで今回はそういう目標設定一般的に言われている目標設定が苦手という人のためにえお話をしていきたいと思います 簡単に英語の夢を叶える。 目標の叶え方達成の仕方というのをねお伝えしていきます、まあ、本当にね簡単にできてめちゃめちゃ効果高いのでえもし今まで試したことないよという場合はぜひお試しくださいでちなみにですね今回はその目標を叶えるのにぴったりかなというね環境でやってますここはちょっとね広々した空間でいつもよりも、ね、こう開放感にあふれるところでやってるんですが実は僕の後ろにですねマウント富士が見えているんですねちょっとこのカメラで見ると白飛車って後ろ見えづらいかもしれないんですがえ実はですね 富士山ここは僕の地元の静岡県で、まあ、実家のそばの河川敷から取っているんですがここへ来るとですね本当に昔を思い出していやー随分自分は遠くまで来たなっていうふうに感じることができるんですよでほ本当に英語学習始めた僕は28歳で始めた時はここに住んでいましたで今は東京に引っ越して自分で英語スクールを経営しているんですけどもそこに至るまでのね道のりがすごくねここに来ると思い出されてああいろいろあったなここまでにでもやっぱり これがあったからこそこの目標を達成できたなっていうのをね感じさせられます。でそのこれがあったからっていうのは何なのかというのが今回お伝えするものです。それ何かというとビジョンボードと呼ばれるものですね。英語の世界ではビジョンボードと呼ばれてて、日本だと宝地図っていうね呼ばれることが多いです。 宝地図を日本に広めた第一人者の望月俊孝さんという方がいらっしゃるんですが望、えー、月さんは宝地図という名前をつけてそして本もたくさん出版されててものすごいベストセラーになってますのでよかったらこの辺にねリンク貼っときますのでこう出しておきますのでね、えー、デザインの方ぜひチェックしてみてください。 で宝地図まあ、ビジョンボードとここでは呼ばせていただくんですがビジョンボードの作り方ってねめちゃめちゃ簡単でしかもすごく効果が高いのでやって損はない方法なのでぜひお試しくださいでじゃあやり方具体的にどういう風にあるのかというところをお伝えしていきますまず最初に大きな ボードを用意しますボードはコルクボードでもいいですし画用紙でもいいので何でも OK です。できれば大きい方がいいですね。僕が普段使っているものはもうこんな大きなものですね。もう自分の体ぐらいの大きさの大きなボード、コルクボードを用意してですね。でもし最初、その恥ずかしいなって場合はちょっと小さめの画用紙でも構いません。まあ、A3 ぐらいの画用紙が一番いいかな。の大きさのものを用意して、でそこにですね。 自分のビジョン、まあ、つまり自分がこれが実現できたらすごく嬉しいなと思うものを貼っていくんですね、写真にして。まあ、それは例えば、ネットの、えー、素材を探してもいいですね。ネットで検索して、例えば一つ例としてはですね、えー、仮にじゃあ、TOEIC の点数を今年何点取りたいみたいな具体的な目標があったとしましょう。そしたら、その TOEIC の、えー、スコア表ありますよね。で、自分がもしスコア表、過去のやつ持っていれば、そのスコア表の部分的に、えー、数字を入れ替えてです、ねえー、書き換えてしまって、 で修正ペンで変えてもいいので、でそれを写真で撮って、でそれを貼るっていう感じですで。もしそれがなければ、ですね、えー、ネットに出回っている自分のこうテストを公開している方いますよね、まあ、僕も公開してますが、えー、スコア表を、人のスコア表の写真をですね、借、えー、用して、で顔写真の部分を自分の顔写真にすげ替えて貼るというね、そういう方法です。ちなみに僕ね、この方法、以前もやってました。で、実際に、ね、それ、目標達成できたんですね。えー、900点以上取りたいときに、その方法でやって、見事に900点取れましたので、えー、ぜひお試しください。で例えばもし そういうのは具体的な目標はなかったとしても例えば、えー、海外旅行行った時にその海外旅行先の現地の人と楽しく会話したいっていう、まあ、そういうの結構よくありますよね。でその場合は、えー、実際に自分が行きたい国の写真を持ってきてでそこの現地の人たちが笑っている写真とかをですね、えー、他の方がこう海外旅行した方が、まあ、撮った写真とかを着用してで,ちょっとできればこうカメラ目線で自分に話しかけてくれているようなそういうような写真を見つけられればそれを使ってですねそして、 自分に話しかけてるイメージを沸かせるということですねでこれはですねちなみにどんなことに対しても使えます英語以外のことに対しても使えますのでぜひやってみてくださいでそんなね ただ、写真貼っただけで効果あるのと思われるかもしれないんですが、これ、めちゃくちゃ効果あるんですよ、本当にびっくりするぐらいあの、ぜひね、騙されたと思って一度やってみてください。僕も最初は全然信じてなかったんですが、やってみてその効果を知ったらですね、もう驚きすぎちゃって、もうこれなしでは絶対に無理っていうふうにね、思うようになりました。もももうう今ででででははそそのののビビジョンンボードはもう必ずリビングにに欠かせないものですでちないすすちみにその写真貼りますで貼って とに何をするかっていうとその周りにでででですすすねね文字をを書書くくことをお勧すすめします、えー、自分のの言葉で書くんです、ね、でその写真はできるだけ見ててワクワクするものを貼るんですがそのワクワクする写真を見ながらそれが実現したところをイメージします、えー、例えば1つ例を挙げるとしたらさっきのトイックのスコアだったとしましょうかそしたらトイックのスコア何,何点を、えー、取れましたありがとうございますおかげで周りの人たちはみんな 僕も見る目が変わりました。そして英語ができる人と思われて、すごい周りの人から崇められています。とってもいい気分です。ありがとうございます。みたいな感じでね書くんですよ。 でえー、海外旅行もそうですね、海外旅行も、えー、今年年念願のどこどこの国に行くことができました、そこで現地の人たちと深い会話ができて、すごく充実した時間を過ごすことができました、ありがとうございますみたいな感じで、ね、書きます、まあ。今みたいに長くなくてもいいので、ただ一言でも構いませんので、自分がそれを実現したときにどんな気分になるのか、どんな言葉が溢れてくるのかってことを想像しながら書きます。でポイントは、ですねこうなりたいっていうふうに書くんじゃなくて、こうなりましたっていうふうに書くのがポイントです。 はい、自分はこれを実現できました、ありがとうございますというふうにもう実現したということで、ね、書いていくんですね。そうすると脳みそがそれをもう実現したというふうに勘違いしてで結果的にそれを実現するような方向に自動的に向かっていくと言われています。でちなみに僕はこういう、ね、スピリチュアルなものに関してはあまり信じないタイプなんですがこのビジョンボードに関してはちょっとスピリチュアル系とはまた別ジャンルらしいんですね。ここれれは、ね、本当にに科学的に証明されていることなんですがが例えば脳みそが なんか欲しいなと思うものがあるとしましょうじゃあ例えば車を買うとしましょうかでそれまで車を買うって決めてないときには車が走っててもあんまり気にならないですよねでも自分が例えばこの車のこの車種を買うって決めた瞬間に急に道路でその車が走ってたらパッと目に浮かぶようになりませんかそういうことなんですね、えー、脳みそというのは自分が目標を設定してこうしたいって思ったらそこに向けた情報を自動的に集め始めますこれ無意識でも勝手にそうなるらしいんですね。 で自分でも気づかないうちにそういう情報を集めていてで気が付いたらそれが実現するような条件が整ってたっていうね、まあ、よく引き寄せとか言いますがこれがね科学的に実現する方法これがビジョンボードという手段なんですねでこれは本当に世界中でその目標達成の手段として効果が実現実証されていてで僕自身もそれ半信半疑で始めたんですがもうね本当にびっくりするぐらい叶います。 特にこのビジョンボードが力を発揮するのはそこに到達するまでに何をすればいいのかがよくわからないことあまりにも壮大すぎるようなこととか多少、運任せにしなければならないような部分っていうのをこそ書くとすごく、ね、不思議なことが起こります、まあ。ちなみに僕の体験談をお伝えするとですね、最初僕が信じてなかった頃にちょっとね、あの小さなことから書き始めたんですね。で何かというと、いいう欲しいお菓子です。 はい、ちょっと高級なお菓子がテレビで紹介されていてであこれ食べたいねなんつってで、えー、僕、実は、ね、妻のさやと一緒にビジョンボードを今作ってるんですが、えー、ビジョンボードを本格的に作り始めたのは僕は結婚してからです、さやと。でさやがもともとそっちの方をかなり詳しく研究していてで、えー、僕も作り始めたんですがあの実際にですね、えー、例えば欲しいお菓子があってそのお菓子の写真を撮りますと。 例えばネットから引っ,引っ張ってきてもいいですしどんな形でもいいんですがネットを写真を手に入れてでその写真をビジョンボードに貼ったんですね。でさやはさやで欲しいお菓子僕は僕で欲しいお菓子をお互いのビジョンボードに貼っといてでしばらく経ったらですね1週間ぐらいしてこれすごい不思議なんですがあのたまたまさやの実家の,その両親がギフトで親戚からそのお菓子をもらったんだけど食べないからよかったら食べるかいっていう感じでオファーがあったんですよ。 でそれをぜひって言ってもらって1、えー、週間後にはその写真に貼ったお菓子が手元に来たとで2人で食べたっていうねでそれだけじゃないんです僕の貼った写真も同じく、えー、この、えー、僕の両親ですね僕の実家の両親の方が親戚からもらったっていう、えー、報告があってでそれを今度荷物で送るから送るときに一緒に詰めて渡そうかって言われて <laughs> もうねびっくりしちゃってね本当にあの背筋がぞくっとするぐらいでしたでこれだったらいけるんじゃないと思って。 で、実際に僕はそれを使い始めました。で、で実際に僕はですね、そのビジョンボードを使って本の出版という当時はもう全く雲の上のような存在だったこの作家の皆さんですね、えー、著者の皆さんの仲間入りにするをすることができたんですで当時今でも覚えてるんですが何が起こったかというとですね、最初僕はビジョンボードにその自分が著者になりたい本を出版したいということを書きました。 で実際に写真本屋さんの写真をネット上で引っ張ってきてで平積みされている本が平積みされている、えー、写真を持ってきたんですねでその平積みされているところの本のところの著者の名前のところを勝手に僕が、えー、書き換えてですね「新村んやって書いてで、えー、それで本が出版できました自分の本がありがとうございますとで書店に平積みされてますっていうふうに書いてですねその写真を貼ったんですよでもその時点では僕は本を出版する自分なんか全く想像できていません。 ところが実際にそこからですね2週間後、えー、自分の生徒さんがですね突然帰り道に、えー、当時まだ僕はオンラインじゃなくてオフラインでえ教えてたんですが、えー、その時ですねスクールの生徒さん週1で帰ってくれてる生徒さんが帰り道で一緒にか駅に向かって歩いてる時に「ほっぽ」って言ったんですね僕に「先生は出版はされないんですか?」って言われたんですよ。でその方は まあ生徒さんの中でも、えー、起業してる方で、えー、結構ねその個人ビジネスとか、えー、その起業することに関してかなり詳しい方だったんですよご自身も起業されてますし起業のサポートなんかもされてる方だったので結構そこに関して詳しくて、えー、本出した方がいいですよって簡単に言ってくれたんですねであそうなんですよ僕も実はねあの出版したいと思ってるんですよねって言ったらですねえじゃあよかったら出版する方法お伝えしましょうかって言われたんですねえってなって。 でその出版する方法を教えてくれるセミナーがちょうど今度あるからあのよかったらあの行ってみませんかって言われてで実はさっき言ったその宝地図を世に広めている望月さんのセミナーをご紹介されたんですねそのセミナーでは出版を手助けする出版プロデューサーという仕事をされている吉田さんという方がいらっしゃるんですがその吉田さんと望月さんのコラボセミナーというのがあってでそこに行って実際に出版の仕方を教わるというのがね なんと2週間後にそういう話が舞い込んだんですよえーと思ってもうこれはビジョンボードの力だびっくりしたと思ってですねでもう僕はビビっときてそのままそのセミナーに行ってでそのセミナーでどうしたらその無名の状態からいきなり紙の本を出版することができるのかって方法をですね教わりましたでそれを実際にやってみたんですねそしたらどうなったかというとその1年後に僕は本を出していました しかもその本を出した出版社というのが、まあ、いきなり最初の著者デビューとしてはありえない大きなえ結構有名なところだったんですダイヤモンド社ってね、えー、すごく有名なところでいますがそのダイヤモンド社の中の海外部門ですねダイヤモンドビッグ社というところがあって地球の歩き方っていう本を、ね、出している本、えー、会社だったんですが、まあ、そこから声がかかってですねそして、えー、よかったらうちで出しませんかと言ってもらえたんですね、まあ、僕はその企画書を送っていったんですがであ ありがとうございますぜひお願いしますということでやって、で結果的にですねまあ、書店に対してやっぱすごい流通している会社なので、えー、僕は初めての著者デビューだったにもかかわらず、えー、その1年後に出た本がですねなんと、えー、本棚に、えー、本屋さんにですね平積みされるというね、ね本当に写真で撮ったビジョンボードに貼った通りの平積みが実現したんですよ。えー、絶対最初 著者デビューした時にははそんなことはありえないだろうとある程度有名にならないと平積みなんか起きないよっていうふうに、えー、なんか言われたんですけども周りの人にもですが実際やってみたら1冊目でそれが実現したというねこれはね本当にびっくりしましたねその平積みされてる自分の本を見た時にいやーこれは本当ビジョンボードの形の通りになっちゃったなと思ってもうびっくりしたのをね今でも覚えています。と、はいうのがね一応僕の体験談です、まあ、ちなみに他にもね細かいところいっぱいあって、まあ、例えばトイックの点数なんかもそうですね ネット上にあるすでにトエック900点以上を超えている人の、えー、公開しているスコア表の写真を引っ張ってきてでそれを自分の顔写真とすげ替えて貼ったらですね、その年のうちに900点取れたりとかっていう感じでもう本当に、ね、自分がどうやってその実現すればいいのかわからないことっていうのが そのビジョンボードを使うことによってできるようになったんですね。でその方法がなぜそれができるようになったのかが全く手段が分からなくても勝手にそれが引き寄せられるということが起こりました。でこれはね本当にねやってみるとわかります。もう本当にね騙されたと思ってやってみてください。で一応、その望月さんです、ね、望月年高さん曰く9割の夢が叶うっていうふうにおっしゃってるんですね。9割ででですす結構大きいいいよねねもうう一個、ね、僕ビジョンボードがいいなと思うとと思こころろやったところで 何のデデメメリリッットトもなないいいととうこでですす特にはよねだってただ紙買ってきてそこに写真貼るだけです。対してお金もかかりませんしやればやるほど夢が叶うということなのでやる価値はすごくあると思いますので是非トライしてみてください。 で,できればよりこれを実現させる一つの、ね、プラスアルファの要素としてはその自分が作ったビジョンボードを誰かに見てもらって話を聞いてもらってそしてそれをあなたならできるって言ってもらうっていうことが、ね、実はすごく重要なんですねえ。僕の場合は妻のさやと結婚した後にもビジョンボードをずっと作り続けてるんですがそれを毎年です、ね、お互いにビジョンボード自分のボードを作ってでそのビジョンボードを発表した後に いいね、それできっとできるよっていうふうにお互いに言い合うってことをやってますでこれやるとねめちゃめちゃ実現度が高まるんですねもちろんこっそりひっそり作っててもいいんですが効果はあるんですが、まあ、だんだん信じられるようになってきたらですね是非それをね人前で発表するというのをやってみてくださいでちなみにですね、これを もし自分の周りにそういう人がいないとかいう場合はですね、今回僕はセミナーを開催することにしました。オンライン上に集まってみんなでビジョンボードを作って、そしてそれ発表し合って、お互いにできるっていうふうに言い合うっていうね、まあ、そういうようなね、励まし合うモチベーションを高め合う会というのをね、今回セミナーを実現しようと思ってますので、ぜひもしね、都合が合う場合はご参加くださいでこののの動画の下の概要欄にねその細かい。 日程とかのリンクを貼っておきますでもちろんね1人でも作れるよって方はねぜひ作ってみてください、まあ、とりあえずね作ってみれば分かりますまずは小さなことでいいのでちょっとね写真を切り抜いて貼ってみてくださいそれが片っ端から実現していったら多分信じざるを得ないと思いますでこのビジョンボードセミナーは僕は今まで過去にもねさやと一緒に開催してるんですがその方々も実際に実現してます例えば1つ例を挙げるとですね海外 部門ですね自分の今働いている会社の海外部門に異動になりたいとだけどなかなか今の自分の英語力ではできませんっていう方とかあるいはもう思い切って海外に出て働きたいで海外にもう異動になりたいとだけど移動願い出して,ても全然通らないっていう方とかが結構いてですねそういう方々が参加してくれたんですねで実際に自分が海外でバリバリ仕事をしている写真イメージの写真ですね、まあ、そのイメージ図を持ってきてき で海外のそのそ移移動動部門に移動したい国内で海外のクライアントを扱う部門に移動したいっていう方はそれ向けの写真を持ってきてって感じでお互いにこう発表し合ったんですよ。そしたらなんとその2人参加されたその海外に移動したいって方2人とも海外で仕事をすることになったということなんですね、その年のうちに一人は海外に行きたいって言ってたんですが実際に海外に行きました。で本当に 海外部門に転勤転属になって、で海外で今バリバリ働いています。でもう一人の方は、えー、まあそこから同じ会社内で移動になって海外の、えー、案件を扱う仕事をしているという状態なんですね。なんで。 これはね本当にそういう外部環境って自分でではコントロールできませんよねそういういものをコントロールすることができればコントロールすることができるっていうかそっちに向かっていくっていう感じですかね。なんでこれが実現するのっていうものが勝手に実現してしまうというのがビジョンボードのすごいところなのでこれはね本当にやってて面白いなと思います。なので僕らは今年も自分たちのビジョンボードを作りつつ一緒にですね ボーードをを作る仲間を募集してセミナーをやりたいいと思いますのでもし興味があったらぜひご参加くださいでもしセミナーに参加できないよという場合でもぜひ自分の部屋で今すぐこのビジョンボードを作り始めてください特にデメリットないと思います夢が叶わなかったからといってあーすごいお金損したとかね時間損したって感じにはならないと思いますので、まあ、そんなに時間かからないんでねまずは小さくても構いませんので作り始めてみてそしてですね一つずつ夢を叶えていってみてくださいもうねみんんななが見てそんなの 絶対実現できないよって言われるような大きなものでも構いませんえ、こんなのがもし今年実現できたら嬉しいなっていうものをぜひですね周りの意見を気にせずえ自分の心にえ深く聞きながらですねこれを達成したい ぜひこうなってほしい、こんな自分になりたいと思うものをです、ね、ぜひ、えー、ビジョンボードにして、そして飾ってみてください。でもしその飾るのが恥ずかしいという場合はスマホの待ち受け画面にするのもありです、パソコンの壁紙にしたりとかね、とにかく毎日目につく位置に持っていくということですね、忘れないようにするっていうのがポイントですので、えー、とにかくもうひたすら毎日毎日それを眺めて、わくわくして、ウキウキして、ニヤニヤするっていうね、そのためのビジョンボードだと思ってください。それをやっていくと 本当に引き寄せていきますので、ぜひお試しください。はい、では以上です。Thank you for watching. See you later.